っていうと遠いイメージもあるかと思うんですが、そういったですね、玄関先にある南魚沼市のご紹介をさせていただきながら、またはこう遊びに行くだけではなく、ちょっとこういったところで過ごしてみようかなっていうところにつながればなと思っております。小野塚さん、南魚沼に育って世界に羽ばたいていった付き合いなんですけど、どうですか、うちの市は住みやすいとか。あの、東京いちいち出てくるの大変でしょってよく言われるんですけど、1時間半あって往復1万2000円だったら東京で多分ホテル取るのとほとんど変わらないぐらいですね。あの、出勤が例えば遅い方とか11時とかの出勤の方だったら、変な話、朝一ちょっと滑って出勤もできますよね。できますよ。8時のロープウェイに乗って滑ってから着替えて十分議席につけるので、そういうことができる自治体はそんなにないんじゃないですか。だいたい迎えに来るのは彼。うちってそのパーク多いんですか。石内舞子もその二大巨頭といいますか、なんかね、あんまりこうずっとこうパウダースノーばっかり滑ってると、あんまりね、僕らパークの方に目がいかないんですけど、じゃあ結構オリンピック選手が、ね、そうですよ。石内丸山にはハーフパイプも来ましたし、メダリストがいますからね。僕はもうスキー場よりはどっちかというと山登って滑る映像が多いんですけれども、うちやっぱり雪多いですよ。北海道とかに比べたらね、やっぱりそれは水分がちょっと多いですよね。気温もちょっと高めだし、パウダースキーの状態だったら踏み応えある、また違う楽しみ方をできると思います。あの、意外とこうスポーツは盛んだというふうに私は感じてます。で、合宿の誘致をすることで地元の宿がですね、結構潤ったりしてます。で、潤っているから結構、あ、じゃあ美味しいもの出せるねなんて言って、どん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 こういい方向に向かっているなというふうに思ってます。あの、スポーツの街宣言をうちの市長がしているので、あの、そういう意味ではスポーツに関してはすごく親身になっていただいている、状況であるとは思います。私たちね、今回移住っていう話をある程度しなきゃいけないなと思いながらも、移住って結構決断のいる話なんですけど、その決断に至るまでの一個手前、例えば週末だけうちに南魚沼市に住んでますとか、交流人口を増やせるような取り組みを僕らもこれから考えていかなければいけないので、こう皆さんからね、いろんな意見をこの後聞いて、こんなことしたらいいんじゃないのとか、あんなことしたらもっと良くなるんじゃないのとか、そういう意見を聞かせてもらえればなと思います。来た来た、大丈夫大丈夫。短い時間ですがお楽しみください。それでは乾杯。それ以外の、春の風景とかがすごく素敵で、あ、ちょっと他の時期も行ってみたいなと思います。本当にいろいろ教えていただきましたから、もう本当に喜んでいます。もうこれからいろいろ考えますですので、本当に。小林大吾さんと野上大輔さんに登場してもらいたいと思います。僕も結構田舎生まれの田舎育ちなんですけど、自分でなんかこう探検して遊ぶじゃないですか、男の子は。なんか その本当延長線上で自分で地図描いてってるんですよね、ずっと。あ、こっち行ったらこうなるんだ、こっち行くと危ねえなとか、
そういうのって人に教えられていくよりも、まあ、自分でこう切り開いていった時間はめっちゃかかるけど、やっぱ全部地図が自分の中に入ってくるんで、そういう遊び方をしていて、いつかじゃああそこへ、そこ滑るとそこから今度奥の景色見えちゃうから、やべえ向こうすごいねっつって、あそこ行くにはどうするんだろうねっていう、本当にゆっくりなんですけどね。で僕らのね、その移住推進協議会ってみんなスキーヤーとかスノーボーダーとかばっかりなんで、今日の行きなんて関越トンネルの手前のあの斜面滑りたい、この斜面滑りたいなんて言って見ながら来るぐらい、やっぱりスキースノーボード大好きな人たちばっかりなんだけど、それが多分今言ってたような、もう、まあ、情熱っていう言葉にしか当てはまらない感情なのかなというふうに思っています。牧畑山をとかじゃなくて、あの斜面、あの斜面、別にピークに登ることが目的でも何でもなくて、あの斜面、あの斜面、自分が滑りて攻略したいと思ったものを攻略できるかどうか。だからピークは本当に、まあ、ついでに踏んどくかっていう感じ、ね、でも根っからのスノーボーダー、スノーボーダー、あと自分でも今まで思い描いてた南魚沼の良さっていうのが、まあ、やっぱり雪量ですし、まあ、お米の美味しいの、まあ、それもやっぱり水だったり、まあ、いろんなものがこう紐づいていって、まあ、今回は制作させていただきました。そういう、まあ、雪量の多さ、まあ、雪質の良さはまあ人によって感じ方違うかもしれないですけど、やっぱりその施設だからこそ育まれる逆にこう地形の面白さとか、これね、さっき私言ったナイターになると友達が集まるっていうのがまさに右上の絵で、まあ、あんな感じでみんなで滑ったりしてました。本当逆にそう発信できたことっていうのは、僕も多分南魚沼のことすごくインプットできたので、まあ、もう今も雪って思ってますし、これ滑り行きたいなって感じですか。移住のイベントって大体現地交流っていうのをセットでやってます。で、私たち他の地域の現地交流とはもう一味も二味も違った現地交流にしたくて、今回この中から3日って皆さんにバックカントリーツアーのご招待も含めたご案内があります。また南魚沼でも会えることを楽しみにしております。では乾杯。これにてですね、今回の移住コンサルも終わりにさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。